それではですね、初めに、RDF そのものを、解説する前にですね、そもそも結構よく質問を受けることなんですけども、 RDF にして何がいいんですかとか、どういうありがたみがあるんですかっていうことは、よく聞かれることなので、まず我々がなぜその RDF によってデータ統合をしようと考えているのかということと、それからまあ RDF そのものの、メリット、あとまあそのメリットを説明することは、まあ短所を説明することにもなると思うんですけども、そういった、RDF の、仕様そのものにはあまり踏み込まないで、RDF の紹介をしたいと思います。で、我々はその生命科学データベースを、に関する技術開発やデータベースそのものを作っているセンターなんですけども、まずその生命科学データベースっていうのは他の科学分野に比べてもそのデータベースの数が多いという特徴があります。で、これは、まあ、ちょっと少し前の情報ですけども、まあ、データベースの数数えるのは結構難しいんですけど、一説ではこの1万から2万ほども公開されているというような、データがあります。それから、ヌクレイクアシッドリサーチという、拡散情報の、学術誌がありますけども、そこが毎年1月に、データベースイシューという、特集号を出します。で、そこにはその新しく作られた、もしくはその既存のデータベースの更新などに関する論文が、掲載されるんですけども、そこに毎年掲載されたものを、NARC がデータベースリストとして編集していますが、これはちょっと 2年ほど前のデータになりますけども、そこに論文が、だからこれまで出たデータベースという意味でも、1662本の、データベースが、2種類のデータベースがある。それからこの NBDC の、インテグバイオデータベースカタログというそのデータベースのデータベースがあるんですけども、日本のデータベースにどういったものがあるのかということを編集してるんですけども、そこだけでもですね、1555、これも2年前のデータですけど、1555の、データベースが、掲載されています。このように、まず種類が多いと。で、それから、数が多い、それからまあ種類も多いわけですね。これも特にバイオ系の方はよくご存知だと思いますけども、その生物種がたくさんありますし、それからそのターゲットも、ね、遺伝子のデータベースとかタンパクのデータベースとか発現のデータベースとか、いろいろあるわけですけども、まずターゲットの種類も多い。それからそのゲノムプロジェクトっていうのが、まあこの20年ほど活発に行われているわけですけども、そういうゲノムが読まれる、ゲノム配列が読まれるごとに、例えばそのデータベースが作られたりするというような現状もあります。で、ゴールドというゲノムの、カタログのデータベースがあるんですけども、これもですね、まあこれも2年前のデータになりますけども、9万ほどの、ゲノムプロジェクトが、すでにあるというふうに、記載されています。このように、まず種類や数が多いというのが、生命科学データベースの特徴になります。で、ここからですね、結局その種類が多い、数が多いということで、それぞれが独立して開発されているわけですね。ですので、まずそのデータベースごとに、フォーマットが違ったり、それから使われている用語も、同じことを記述するにしても分野が違うと実は少しずつ用語が違ったりとか、それからですね、データベースによって非常に、詳細に厳密に書いてあるものがあるんですけども、意外とその曖昧に書かれていたり、よく利用者からするとどのようにそのデータが得られたのかよくわからないというようなケースも多くあります。で、こういったそのせっかく実はもう潜在的には利用できるデータがたくさんあるのに、なかなかそれを利用するという観点から立つと、詳しくないデータベースを使うときにかなりいきなり敷居が上がるという問題があって、それを、解決したいというのが我々の一つの、ミッションになります。で、そういったたくさんのデータベースを、容易に再利用して必要に応じて必要なものを簡単に利用できるようになると、これまでより一歩進んだデータサイエンスができるようになるというふうに考えています。で、そういったその今挙げた問題点を解決する
にはまあいろんなこのやり方考えられると思うんですけども、まあ、一つそのセマンティックウェブという技術体系があるので、それを利用することで、その解決ができるのではないかというふうにまあ考えられています。で、セマンティックウェブというのはお聞きになったことがあるかもしれませんけども、一般的にインターネットっていうのはその皆さん、よくまあ毎日利用されていると思いますけども、ウェブブラウザで、人間が読むというのが基本的な使い方になります。で、まあ、よくある使い方は Google みたいな検索エンジンで何か検索したいキーワードサーチをして、で、表示、検索されてきたページの中で、自分にとって必要なページを表示させて読むと。で、これは非常にまあもちろん便利なわけですけども、そこに書かれているのは当然その自然言語で人間向きに書かれていて、その人間向きなレイアウトで人間が読みやすいためのデザインがされていると。で、これは当然このコンピューターがそのまま理解するということはできないわけですね。で、一枚一枚ページを読むという意味では今のインターネットというのは大変便利なんですけども、大量のそのデータ、例えば生命科学におけるようなデータベースの、登録されているデータみたいなものを必要に応じて大量に処理するという観点から言うと、ちょっと利用 しやすいとは言えない問題があります。で、それをその機械でウェブの情報、インターネットに、公開されている情報を利用できるようにするという目的で、開発されているのが、まあ、セマンティックウェブという、まあ、コンセプトであり技術の集合で、集合になります。で、セマンティックウェブというのはそれ自体はちょっとまあそういう機械でインターネットを作るというようなことを、まとめて、表現するその、まあ、概念なんですけども、実際はいろいろなその技術があっての組み合わせによって実現しようというような、ことになってます。で、ここで、まあ、今回紹介するもの、それが、まあ、特にそのセマンティックウェブで、中心になる、技術として、まあ、ここで3つ挙げますけども、一つがその RDF です。で、その RDF というのが、そのセマンティックウェブのにおけ、おいてデータを記述するための、まあ、仕様になります。で、もう一つは、OURL という、オントロジーを記述する仕様があります。で、そのもう一つ、SPARKLE というのは、その RDF のデータを、に対して問い合わせをかける、問い合わせ言語になります。で、その、まあ、生命科学データに特有の問題をご説明しました。で、それに対して、容易に再利用するために RDF を使うといいという話をしました。で、ここにまあ、再度その RDF を利用する利点というのを、まとめてみました。で、まずその当然フォーマットが共通になるというのは非常に理解しやすいと思うんですけども、利用するしたいデータが全部違うフォーマットであると、それは誰かが利用するときに自分にとって都合のいい形に、変換しないといけない問題があります。それからそのデータの意味を明確に記述することができる。で、これは意外とその、こうやって、話をしてしまうと分かりにくいかもしれないんですけども、意外とそのデータが、に何が書かれているか、で、どういう由来でそれが得られたっていうのが明確でない場合は多いわけですね。それは例えば表形式で書かれていたり、何かレイアウトで組んだり、タブ切りで書いたりするような、そのデータの記述方法に由来する部分もあって、その、例えば好きにそのデータを説明を記述するということは、そういった、例えば表とか、なんか、レイアウトを組んだ、人間にとって見やすいような形式では、なかなかそういった深メタ情報を記述するというのは難しいんですけども、RDF ではそれは自由にやることができるので、まあ、努力する、そういった記述を努力するというのは前提になるんですけども、データを明確に記述することができます。それから、その、W3C、そのワールドワイドウェブコンソーシアムですね。インターネット上のいろんな仕様を策定している、コンソーシアムですけども、W3C に、が、この RDF や SPARKLE の、仕様を、決めています。で、こういう標準規格があるっていうのは、例えばそれ以外の、
よく利用されているデータフォーマットいろいろあると思いますけども、そういったものは必ずしもそのどこかの団体が、使用を決めていて、るわけではない。なんとなくそのコミュニティの間で合意ができたりとかですね、特定の企業が設計したりとかいうことが多いわけですけども、そうするとその例えば1回データを作ったとしても少し時間が経ってしまうと、例えばその企業が作っているものでしたらソフトウェアの、バージョンアップによって少しフォーマットが変わったりとか、コミュニティで、自由に決めているものだとその時代時代によって、より良いものに変わっていくという利点はありますけども、これまでの仕様が捨てられるということはよく起きるわけですね。でそれがいつ起きるのかとかっていうのも分かりにくいという問題があるんですけども、こういった標準仕様があるということは、そういういつの間にか変わっているというようなことからは比較的、影響を受けにくいというような利点があります。で、そうですね、特に RDF で言えることはデータの、相互利用、相互運用性が高まるっていうのはよく言われてるんですけども、自分が作ったデータ、それから他人が作ったデータでもそれぞれ違う開発者が作ったデータを、自由に組み合わせて使うことができて、で、国際的な連携ということも、やりやすいというふうに考えられます。でこの最初のそのフォーマットが共通になる利点を少し、もう少し説明したいですけども、これは去年かな、今年ですね、これ NIH が、ストラテジックプランフォーデータサイエンスというような、ドキュメントを発行しました。でこれからその NIH がそのデータサイエンスを行う上でどういう、ロードマップを進むかというようなことを、説明した文章なんですけども、この中にそのバイオインフォマティシャンのエフォートの多くがデータの取得整形に割かれているということが問題点として、挙げられていました。で、ここではこうある調査機関が2016年に調査したそうなんですけども、 80% の、バイオインフォマティシャンが、仕事しているうちの 80% が何らかのデータ取得や整形に割かれている。この円グラフ、左の円グラフだと思いますけども、 60% の部分がクリーニング&オーガナイジングデータですね。でその 19% の部分が、コレクティングデータセット、データ収集ですね。で合わせて79% ということですけども、その実際本当にやりたいことですね、残りの。そういった、例えばアルゴリズムの開発ですとか、そういったところでは実は時間が使えていなくて、そういったデータを使うデータを集めてきて整備するということに多くの時間を使ってしまっている。で、この、右のグラフはですね、楽しくない、データサイエンスで楽しくさえない作業なんですかっていうところなんですけども、実はこれはちょっと耳が痛い部分もあるんですけども、57% の部分はですね、このクリーニング&オーガナイジングデータなんですね。で、後でもちょっとお話したいんですけども、実はその RDF 作るっていうところはこのクリーニング&オーガナイジングデータに実は当てはまる部分があるんですね。だからこの、講義を聞いている皆さんが、データを作るということは実はそのデータサイエンスにおいて最も楽しくない部分をやるということで、そこだけ言うとちょっと悲しい気分になっちゃうんですけども、実はですね、その RDF でデータを出すっていうのはよくそのどういう私にとってどういうメリットがあるんですかっていうことはよく聞かれます。でもちろんそのあるんですね。もちろんそのデータを組み合わせて使えるから便利は便利なんですけども、それはいろいろな前提が先に必要になって、例えばもうすでに世の中に使いたいデータが RDF で溢れているというような状況だと、もちろん自分のデータを RDF にするメリットっていうのは非常に高いです。ただ、必ずしもこれは正直なところそこまで別に普及しているわけではないので、そんなにそれは強く言えるわけではない。でなぜ、やる必要があるのかというと、この例えばこの例で言うとデータサイエンティストの人たち、他のデータサイエンティストの人たちの労力を下げてあげるということをか、いう点から考えると、その、
メリットというんですかね、その役に立つことをするということにはなるわけですね。だから、私にとってのメリットももちろんあるんですけども、どちらかというとそのデータを再利用してほしいと、自分が作って公開するデータを他の人に再利用してほしいというような観点から言うと、すごく役に立つ技術ではないかと思います。ちょっとそこはちょっと心に留めていただければと思います。はい。で、このバイオインフォマティシャンのフォトの部分はちょっと繰り返しになりますが、もう一つその RDF っていうのはそのグラフ構造なんですね。あと後半の部分で説明しますけど、グラフ構造をしているのでデータスキーマの変更に強いという利点があります。でリレーショナルデータベースで例えばデータベース構築されている方はご存知かと思いますけども、あらかじめデータスキーマ作ったテーブルを設計した後に新しく例えば、列を追加するとかいうことになると、もしくは新しいテーブルを追加することになるとなると結構大変な作業が、発生すると思うんですけども、 RDF はそれはありません。そのスキーマレスですので、新しく出てきたトリプルをそのまま入れるだけですっていう、これはだからデータを運用するという意味では非常に楽ですし、設計という意味でも楽です。で、次のその RDF を採用する利点で、前半に先ほどサマライズしたうちの一つのそのデータの意味が明らかになるということなんですけども、これは、RDF というのはその後で説明しますけど、URI を使って、記述します。で URI URL でもいいですけども、インターネットで使うアドレスですね、ウェブブラウザーとかに入力して、使うアドレスですけど、あれを組み合わせることで記述するというのが RDF です。でその URI のいいところはですね、世界のどこでその URI を閲覧しても当たり前ですけども同じページが表示されますよね。つまりそのグローバル世界的に見て必ずユニークな識別子になっているんですね。でこれは例えば皆さんがデータベースを作るときに、そのデータベースの中で独自の例えば ID 体系を作ったりすると思うんですけども、その ID っていうのはそのどこの誰がどのデータベースに使っている ID っていう前半部分がないと、実はその外に出てしまうと例えばただの数字だったりするので、もうそれは何を指しているのかがわからないものになってしまうんですね。でも URI で書かれているといつでもその例えばインターネットに問い合わせをすればそれが何かわかるので、必ず、曖昧にならないという点が、RDF の一つのいいところです。でその URI を3つ組み合わせて RDF 記述するんですけども、それがその最小単位なんですね。後でもこれをもう一度後で説明しますので、そんなに聞き流していただいて大丈夫ですけども、3つ URI を並べるのが RDF さんの最小単位で、それをトリプルって呼んだりするんですけども、それはですね、その元の RDF のデータセットからそれを1個引き抜いて、ちょっとここで説明しますけど、この左側に書いている図がそのちょっと RDF のイメージ図です。このグラフ構造をしています。で、いろいろな URI がつながっていって、RDF のデータ構造を形成してるんですけども、まあ、そこから一つその最小単位のトリプルを誰かが取り出したとして、で全く元のものから切り離して持っていたとしても、この情報が、元の文脈から外れたとしても何か曖昧になることはなくて、なぜならその3つの その丸と矢印は URI を表しますけども、どれも URI ですので、もし、それを例えばインターネット上で問い合わせをすれば何か表示されるということが期待できますし、元のデータセットに入れれば必ず適切なところにつながるということも保証されているわけです。で一方でその例えばこう R リレーショナルデータベースをイメージした表ですけども、こういったものから一つ情報を取り出してどこかに再利用したとします。そうするとそれはどこのどこからどう取りましたっていうことが書かれていないと、もうもはやこれはどこに戻っていいのか絶対わからないですね。ですのでこうやって、しばしば世の中のデータベースは、曖昧になっていくというような傾向があります。まあ、こういう意味でそのデータがいつまでも曖昧にならないという、利点があります。
で、その多分野にわたる総合運用性が高まるのが RDF のいいところだという話をしましたけども、いろいろな分野で RDF が使われていくことで、まあ、当初想定していなかったようなデータの統合というのも可能になるというようなことがあります。でちょっと時間もあれですので、ちょっとこれは飛ばしていきますね。後でこのスライドをウェブ上に上げますので、見ていってください。で、ちょっと長所短所について再度まとめます。で、RDF というのは、先ほどちょっとお話しましたけど、現状特に、まあ、データベースを開発する人、もしくはそのデータをそのまま、そのものを使う人向けの技術になります。だからそういった意味では、必ずしもその初心者にとって、優しいとは言えません。で、データをその作る人にとっては、特に現状やっぱり皆さんもこの学習今勉強されてるわけですけども、学習コストもかかりますし、例えば教科書が豊富にあるというわけでもないので、いろいろそのコストかかるところはあるんですけども、そのデータを生産する人が努力していただければ、再利用する人にとっては今まで説明してきたような長所が全部活かせるので、とてもありがたいということになります。だから再利用したいデータというのは、ぜひその RDF などのような技術で記述していただければと思います。で、生データの記述っていうことを、考えられる方がもうおられるんですけども、一般にはその大量の生データの記述というのにあまり向いていません。で、もちろんそのデータフォーマットは必ず向き不向きがあって、だからそれゆえそのすでに世の中には使われているデータフォーマットがたくさんあるわけですね。マイクロソフトワードは非常によく使われているワードプロセッサーですけども、そのワードのフォーマットで何でもする人はまあいないわけで、まあ、そういった意味でその RDF も生データを、まあ、サイエンスの分野においては、例えば生データを記述するのにはそんなに向いていないことが多いと思います。まあ、一方でその知識と言われるようなことですね、何が知識かっていうと、これはそれほど明確な線引きはできないんですけども、知識と言われるようなものには、RDF で記述するメリットがたくさんあります。あとその誰にもその共有もしたくないとか、もう自分だけで今自分が何か研究をしていて、データ解析をしたいときに自分だけで使うデータ、それから一回だけ使って論文書いたらもう終わりですよっていうようなデータを記述するにはそれは向いていないと思います。あくまでもその誰かに向けて再利用したいデータを記述するという上で、メリットがあります。で、これは後半にその生命科学データベースの、紹介するときにもう一度出すスライドですので飛ばします。で、これは RDF を、今そのまだ具体的にどういうものか説明していない段階で出すのは、ちょっと実は順番が悪かったかもしれないんですけども、この DBCLS でデータベースを RDF 化する上で、まあ、守るといいガイドラインというのを、編集しています。で、これは実際に RDF を皆さんがもし作られることになった時に、見ていただくと、まず、まあ、初心者の方に、いうような情報というのはたくさん書かれていますし、あと、RDF 総合運用性が高まるということを言いましたけども、それはあくまでも、高まる可能性を持っているということであって、結局 RDF を使っても、良くないデータを作ることはできるわけですね。で、典型的な話は、どういった語彙を使って記述するかっていう、その語彙の選び方なんですけども、そこはもちろんユーザーに依存していますので、それぞれの方が違う語彙を使って記述すれば、やっぱりそれは投稿されないわけなんで。で、まあ、このガイドラインには、複数の語彙があるような、パターン、ケースにおいて、まあ、これを使っていただいた方がいいですよっていうようなことを、書いてありますので、まあ、できればこれを、見ていただけると、まあ、総合運用性の高いデータになると。我々は考えています。これは別に強制、強制力のあるような話ではありません。で、このガイドライン、あと、もし時間があれば後でまた紹介するかもしれませんけども、まあ、すごく簡単なことも書いてあって、使用をきっちり守るというようなことを書かれています。で、これはすごく当たり前なことなんですけども、意外と初心者の方は、RDF の使用を
守っていない RDF を作るということがあり得ます。で、その具体的にそれがどういうことかっていうのは今の段階ではちょっと説明しませんけども、そもそもその RDF の仕様を守ってない RDF ができてしまう問題の一つは、厳密に RDF の仕様を守っていなくても、その RDF データベーストリプルストアっていうソフトウェアがデータベースソフトウェアにRDF を入れて使うことが多いんですけども、その例えばその仕様を守っていなくても、そのトリプルストアがそれを受け付けてくれるというケースもあるんですね。だから、気づかないまま、RDF の仕様を守っていない RDF を作ってしまうというようなことすらありうるわけです。だから ですので、そういったことに注意してくださいというようなことも書いてあります。で、あとはその同じ、共通の語彙を使ってくださいというようなことが書いてあったりします。で、あとはですね、その先ほど URI を使うことで、必ずグローバルにユニークな、ものが指し示すことができるということを言いましたけども、その反面ですね、皆さんご存知だと思いますけども、同じページを表示するのに異なる URI を使うということはよくありますね。URI のリダイレクトということがあって、その、まあ、さまざまな理由で違う URI なんだけども、最終的には同じページが表示されるというケースがあります。で、ここで挙げた例は、例えば上の3つ下の3つ実際ブラウザでアクセスすると同じページに行きます。で、これどれも URI なので、例えば RDF を記述するときに、これ上は ある、まあ、化合物、パブケムデータベースに収録されている化合物の、URI ですし、下はユニプロットですね、タンパク質データベースのある特定のタンパク質を表す、URI ですけども、こういった情報を皆さんが記述するときに、この例えば3つの中のどれを使うかっていうのは RDF の仕様にはそんなもちろん決まってないわけですね。どれを使っても RDF としては問題ない。でもこれ3つそれぞれ皆さん自由に使っちゃうと、これは当然そのコンピューターにとっては違うものにとして判断実はされてしまうので、統合されないという問題があります。ですので、どういった URI を使うことを推奨するかというようなこともこのガイドラインの中に書かれています。あとはその基本的な語彙としてどういったオントロジーがあるのかというのも、例えば初心者の方にとってはそれを探すのは割と難しいことですので、そういったオントロジーも紹介してあったりします。で、これはですね、最後その紹介になりますけども、NBDC では、日本の研究グループが作った RDF を、登録公開するための RDF ポータルというようなデータベースサービスをやっています。で、もし例えばその作られた RDF を公開するにあたって、ご自身の研究機関、所属されている研究機関でデータベースを、公開する、RDF を公開するというのはもちろん全く問題ないんですけども、自分のところで公開することが大変だったり、例えばスパークルエンドポイントまで提供するのはちょっとしんどいというようなケースもありますので、こちらにサブミットしていただくと、一定の条件を満たしていただければ、こちらの方でホストするということが可能になるので、ご相談いただければと思います。で、現状多分22種類ぐらいの、異なる研究、さまざまな日本の研究機関が作った RDF っていうのがここに、収録されています。で、最後まとめになりますけども、まずそのセマンティックウェブ技術っていうのはデータベース、生命科学データベースの統合をする上で、そうですね、いろいろ利点のある技術になります。で、その特にそのセマンティックウェブ技術においてデータを記述する RDF というのは生命科学データを記述する上で、メリットがたくさんあります。で、世界的にもですね、いろいろなデータベースがすでに RDF 化されています。これは午後もう一度紹介します。で、例えば RDF はそのオントロジーを利用することが、前提になっているので、このことは、オントロジーを利用する利点というのは、共通の語彙を利用するということになるので、データの統合につながります。ただそのオントロジーというのはちょっと初心者の方には難しい部分があるので、これはちょっとあれですね、開発するという観点からはちょっと短所というかちょっと壁になるかもしれません。
で、あとはちょっと紹介してなかったことですね。あと最後に RDF ポータルというのを開発していますので、興味のある方はコンタクト取ってください。はい。で、ここまでで、RDF そのものを紹介する前に、RDF によるデータ統合という、RDF の、大まかな、あれですね、コンセプトを説明しました。で、次に、実際、講習会のプログラムに、書いてあった RDF 入門ということを始めたいと思います。で、ですね。先ほども出ましたけど、これはスパークを支える技術という表題になってますね。ちょっとこれはセマンティックウェブ技術を支える技術に読み替えてください。さっき紹介したのは RDF と AURL とスパークルでした。で、ここにもう一つ RDFS というのが出ていますけども、これもその RDF の構造を記述するための、まあ、言語になります。で、この今からの講義では、この中の RDF を、がどういうものかっていうのを具体的に紹介します。ここはここから全く知らない方向けになりますけども、その RDF というのは先ほどお話ししたみたいに、URI3 つを組み合わせることで記述します。で、それを概念的に主語、述語、目的語というように、よく、説明します。これはちょっと理解しやすいために主語、述語、目的語というような言い方をしてるんですけども、あまり言語学的な意味のことを深く考えない方がいいかと思います。必ずしも述語の部分に英語におけるもしくは日本語におけるような述語が使われていないケースも普通にあるんですけども、あくまでもちょっと理解をしやすいためにこういう言い方をしています。3つのその URI の組み合わせをそれぞれ主語、述語、目的語というふうに記述、いい説明の時に言っています。で、3つのその主語、述語、目的語、もしくはそのサブジェクト、プレディクト、オブジェクト、英語でそう言いますけども、その頭文字を取って SPO というような言い方をすることもありますが、それぞれその URI で記述します。URI というのは HTTP で始まるインターネット上のアドレスです。で、それが基本なんですけども、例外があります。で、まず、ちょっと、主語の方に URI または空白ノードって書いてありますね。で、これはちょっと今理解するのは難しいと思いますけども、URI でない、名前のついていない、ものが来ることケースがあります。後で説明します。で、述語には必ず URI が来ます。で、目的語にはですね、URI の場合と、またはリテラルか空白ノードが来ます。空白ノードはその主語に来る空白ノードと同じですね。何も名前のついていないような、ものが来るケースがあります。で、リテラルというのは文字列とか数値とか日付とかそういったものですね。普通の数字、1とか10とかの数字、もしくは文字列。文字列、例えば誰かの名前とか、何でもいいんですけど、組織の名前とか。もう文章、長い文章そのものでもいいです。全部リテラルです。つまり、インターネットの中でアドレスとして機能していないような文字のつながりが全部リテラルというような扱いになります。目的語はそのリテラルが来るということがあります。はい。で、これもちょっと概念図ですけども、そこに少し具体例を入れました。これはですね、例えば、この RDF が意味しているところは、日本、主語に日本、ジャパンというURI が来ています。まあ、これは仮にこう URI があったとしてください。イメージできるのは、例えば Wikipedia の日本の項目みたいなのがここに来ます。日本の、キャピタル、首都は東京ですという、こういった情報を記述するときに、このような、RDF を記述します。で、RDF を、ここまでちょっとフォーマットみたいな言い方をしていましたけども、正確に言うと RDF っていうのはフレームワークを規定しているだけで、フォーマット、つまり実際どういうふうに記述するのかっていうことは RDF 自体では決めていなくて、いくつかの記述するためのフォーマットが、定義されていますので、
実際書かれる RDF っていうのは見た目はいろいろなものがありえます。これは概念として、説明しています。ここではそういったその日本の首都は東京ですというような、文を RDF でどうやって記述するかという概念を説明しました。で、RDF は基本的に URI で説明するという話をしましたけども、もしかしてその URI という言葉をあまり聞かれたことがない方もおられるかもしれません。で、URL の方がよく聞かれているかもしれません。で、実際同じと思っていただいて問題ありません。URI っていうのはよりURL をちょっと拡張した概念なんですけども、今例えば一般的にインターネットでブラウザでアクセスするときに使うという意味では URL も URI も同じ意味です。で、実はそれより上の概念に IRI というのがあります。で、これもほぼ同じことなんですけども、多言語化された URI が IRI になります。多くのURI は皆さん大体アルファベットで書かれていると思いますけども、例えば日本語で書かれた URI とかを日本語で書いたらもう IRI なのかと思いますが、でももう日本語で書かれているアドレスなんかも最近は見かけることがあるかと思いますけども、そういったそのアルファベットアスキー文字以外のキャラクターを使ったアドレスを記述するのに IRI というのが定義されています。で、だから正確なことを言いますと RDF は IRI の組み合わせで記述します。これが正しい言い方です。ただ IRI ってそれほど聞き慣れない方も多いかと思いますので、まあ大体私は、習慣的には URI を使って記述するというような言い方をしています。でも URL を使っても URI を使っても IRI を使っても同じことです。で、でこれちょっと具体的にどうやって書くかっていう説明をします。で、先ほどの日本の首都は東京ですっていう RDF をRDF の中で N トリプル図、これもちょっと間違いですね、 N トリプル図だと思いますけど、 N トリプル図フォーマットっていうのがあります。で、それがどういった、見た目なのかというと、こういった一行の文字列になります。で、主語、述語、目的語の順番で URI が並んでいます。でもここではその実際の、RDF なので、先ほどはちょっと省略して書いていましたけども、このちゃんと http://、これはDBpedia という、Wikipedia の情報を使って、RDF 化、リンクとオープンデータ化した、データベースがあるんですけども、そこが使っている URI を使って、記述した RDF になりますが、このように http://dbpedia.org/resources/japan というようにちゃんと最初から最後まで書いてください。で、N トリプルズフォーマットの場合はその URI をこの括弧でくるんでいただくことに、大なり小なりの括弧でくるんでいただくことになります。で、必ず一つ以上の空白文字を入れてください。空白文字だったら多分文字種は問わないですし、数も問題ないと、一つ入っていれば二つ入っていても問題ないです。で、最後に、ピリオドを書いてください。これでも RDF が一個書けました。ですので別にその RDF を記述作るっていうのは、例えば少しは短い RDF を記述するのであれば、皆さんがお使いのワープロとか、テキストエディターで普通にこういうふうに書いていただければ、もうこれは RDF として機能するものになります。はい。先ほどの概念図を N トリプルで記述するとこういったものになります。で、次に、よく使われる RDF の、この N トリプルあまりにも簡単ですよね。もう、これが全てなので、URI を括弧でくるんで、空白で区切って3つ並べるというのが N トリプル。で、最後、ピリオドを打つっていうのが N トリプルなので、これで説明終わります。で、よく使われている別の RDF のフォーマットに、タートルフォーマットというのがあります。で、これも、概念的にかなり N トリプルに似てますけども、N トリプルを、ちょっと冗長にならないように省略するためのルールがいろいろ入っているフォーマットになりますので、それをちょっと説明します。で、この先ほどの日本の首都は東京ですという RDF になりますけども、
一般にURI というのは長い文字列になりますよね。長くなりますよね。しかもこの前半部分が同じ文字列が登場、何度も登場することになります。で、例えばデータベースを、考えるとですね、例えば100万件ほどある例えばタンパク質データベースのこの前半部分は全部一緒になるわけですね。それを毎回記述するというのはいろいろ冗長すぎるということで、それを省略するためのルールが あってですね、それがこの先頭に、プレフィックス行というのを書くことで、この長い URI のプレフィックスの部分を、違う短い文字に置き換えることができます。で、ここはユーザー、データを RDF を記述する人が自由に決めていいので、まあ、何か一般的には自分にとって分かりやすい文字列に置き換えるということが多いと思います。ここではこの http://dbpedia.org/ontology/ という、文字列をこの dbpedia-aur っていう、短い文字に置き換えています。これは例えばもっと短くても全く問題ないです。他の、プレフィックス定義と、被ることがなければ自由につけていただいて問題ありません。アルファベット1文字とかでも問題ありません。で、ここで例えば dbpedia-aur がこの文字列になりますよと定義しているので、それをどうやって実際使うかというとこんな風ですね。dbpedia-aur:capital というふうに書きます。で、これ実際、解釈されるときにはこの http から始まるこの文字列がここにつく形で、このコロンまでがこの文字列に置き換わるというふうに解釈されるので、ちゃんと URI として、認識されます。で、この日本と東京のはさらに短くなっています。で、コロンだけ書くと基本となる URI なんかをよくこういうふうにコロンで記述しますけども、一番よく、例えば一番よく登場する URI は一番短くするために何もつけないということが定義できますので、このコロンジャパンとかコロン東京っていうのはその前にこの HTTP から始まってこのリソースでハイフンまで終わるところまでで置換されますというような、省略方法がタートルで導入されているので、先ほどに比べると短くなりますね。プレフィックス分もちろん長くなってますけども、この置換のルールをたくさん使えば使うほどそのファイル自体は短く記述することができます、はい。で、RDF はグラフになりますという話を前半少し説明しましたけども、それがどういうことかということをここで説明します。で、主語、述語、目的語というふうになりましたけども、この目的語が、別のRDF トリプルの、主語になるということがあります。で、例えばこれ東京で終わってますけども、次東京のことを記述するときは当然東京が主語になるわけですね。ここで言うと、ここに東京がありますね。で、東京の、ホームページですね。例えば東京のホームページはここですよっていうような RDF の三つ組があって、で、それが例えば日本の首都は東京ですっていう前の文章のにつながるわけですね。で、同じ URI が使われている別のトリプルはこのようにしてつながっていくというふうに解釈されるので、こんなふうにして述つなぎにどん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 情報がつながっていきます。お分かりになりますでしょうか。で、で、目的語に、URI ではなくリテラルが来るケースがあるという話を先ほどしました。で、ここの図でいうとこの四角い部分がリテラルですね。例えばこれで言うと、この DBpedia の日本のことを記述しているページを記述する URI ですね。この URI に、これはまあ URI なんですけども、それには例えばラベルをつけたいときに、これを英語ではジャパンですねとか、日本語で言うと日本っていうラベルがつきますけども、こういった例えばラベルを記述するときには、ラベルを表す述語を使ってその先に実際の文字列を書く。もしくはこの左右に書いてあるのは、日本の人口ですね、ポピュレーショントータルという述語が使われていますけども、総人口、日本の総人口は何人ですよみたいな
話ですけども、こういったこれ数字ですね、これは整数で、まあ、1億2000何がしが書いてあるわけですけど、こういった数字は、リテラルです。で、リテラルと目的語がリテラルの場合と URI の違いは、リテラルというのは、次の別の主語になるということはありません。なぜかというと、定義的にまず主語は URI か空白ノードしか来ないという説明をしましたけども、こうですね、主語には URI か空白ノードしか来ない、リテラルが主語に来ることはありません。ですので必ずリテラルで終わっちゃうと、このリテラルが主語のトリプルはないので、ここで終わります。はい。で、先ほどのこのいくつかの RDF からなるグラフを、タートルで記述したのがこの左の部分になります。はい。これは先ほどのルールを理解していれば、ほぼ大体どういうふうな意味を持っているのかが、分かると思います。で、ちょっとリテラルについて少し詳細に説明しますけども、まずそれリテラルは文字列、日付、数値などを表していて、目的語の位置にだけ来ます。で、データ型の URI を用いてリテラルの型を修飾することができる。これはどういうことかと言いますと、例えばこの Japan という文字列をですね、このハットハットで、この XSD コロンストリングっていう、このこれは文字列ですよっていうことを表す、まあ、URI なんですけども、こういった型を表す URI をで修飾することで、この Japan というのは文字列ですよと明確に、表すことができます。で、または、ですね、言語タグっていうのをもこのリテラルにつけることができて、日本の場合はこれ、ジャパンの場合にこれ、アットマーク、円って書いてますけども、これはイングリッシュでジャパンですよと。で、アットマーク、JA はこうジャパニーズですけども、まあ、日本語では漢字で日本ですよと。いうふうなことを、意味します。ですので、例えばこれ多言語化、データを多言語化したいときなんかに、まあ、フランス語ではジャポンですよとか、まあ、こうずっとつなげて次々書いていけるわけですね。例えばそのアプリケーションで、例えば英語のページを表示したいときは、この英語で、修飾されたラベルだけ使う。例えば日本語のページを表示したいときは、日本語で修飾されたラベルだけ使うというような、例えば使い方があり得ると思います。で、タートルの場合に実は省略することはもちろんできて、で、引用符でくくって、この何も書かれていないと、これは文字列というふうに解釈されます。で、これ別の例ですけども、例えばこの数字を、クォートしてかつ、XSD コロンデシマルという受信数ですよっていう、修飾をすると、これは受信数の数として扱われます。ですけども、これ、修飾がなくなると先ほどの別のルールが適用されるので、これは数字ではなくて文字列というふうに解釈されます。だからこれはあくまでも 1,2,6,6,5,9,6,8,3 という文字列で、足し算とかができるような対象ではありません。で、このダブルクォートを取って記述すると、これはまた違う解釈がされて、これは、整数というふうに、解釈されるので、これは文字列ではなくて、例えば足し算の対象になるような数字になります。で、こういったこれは XML の世界で、定義されている、型を示すための、URI なんですけども、それ以外にですね、まあ、独自に型を定義するということも自由にしてよくて、例えば DBpedia では、平方キロメートルという単位を、オントロジーとして定義してるんですけども、こういった、ユーザーが独自に定義した型で修飾するということも、許されています。ですので、この場合は、日本の、面積の総面積は、こういった数値で表される、平方キロメートルですよというふうな、意味になります。はい。
で、タートルは N トリプルをに、省略をするためのルールをいろいろ追記したものという説明をしました。で、今紹介した省略ルールはプレフィックスを導入するというルールでしたけども、次に、主語を省略することができるケースがあります。で、まあ、この例ですと、例えば日本の首都は東京です。日本というのは、まあ、カントリーという型で定義されています。日本の国家は君が代ですみたいなことが書かれてるんですけども、このトリプルは毎回主語が全部日本ですよね。で、そうやって主語がずっと同じのが続く RDF の場合は、最後、ピリオドで終わらずに、セミコロンで終わることで、次のトリプルは主語が、省略してもいいということになっています。で、次に例えばこれ東京が主語になった場合は、また新たに東京は書いていただく必要がありますけども、その後東京に関する記述が続く間はセミコロンでつなげていって、最後ピリオドで終わるまで主語が省略できます。最後には必ず終わるところでピリオドが必要になります。すいません、はい、URI っていうのは言語タグで就職っていうのはできない。URI を言語タグで就職する対象はリテラルなんです。だから URI は、それはアドレスを表すデータなので、それはないです。はい。はい、で、次、今その主語の省略を、紹介しましたけど、次にさらに述語を紹介する、省略することもできます。で、同じ述語が、連続して出るということがあって、例えばこれここでですとラベルですね。日本っていう URI に複数のラベルをつけたいときに、まあこれは日本、英語で書いたジャパンと日本語で書いた日本というラベルが続いてますけども、この時には同じ述語を使って目的語だけ並べて書くということも許されています。で、その場合は目的語をカンマで区切って並べていってください。改行しても問題ないです。とにかくカンマで区切っていくと、同じ述語が続いているというふうに解釈されます。で、最後に次の新しい違う異なる述語が出るタイミングでセミコロンを打ってください。はい。で、次にですね、主語と目的語に来る可能性のあるもう一つのパターンとして空白ノードを、先ほど紹介しました。で、これちょっと難しいのでここで、詳しく解説したいと思います。で、空白ノードはなぜいるのかというと、 URI がないとき、 URI がないんだけども何か RDF として記述したいときに使うやり方、使う仕組みです。で、例えばどういうときに空白ノードが使いたいかと。で、これはですね、実際その DBpedia で記載されていた情報なんですけども、東京の、人口ですね、東京の人口2011年ではこれだけでした、2014年ではこれだけでしたというような、情報が記述されていました。で、この時にすごくナイーブにこう RDF を書くとですね、東京の、人口はまあ、この13185502でした、と、その日付はこれでしたというふうにダイレクトに SPO で書いてしまうとですね、当然のことながらこの人口だったのがそのどっちの日付の時だったのか、2011年だったのか2014年だったのかっていうことはもう分からなくなりますよね。これ直接ぶら下げてしまうと、例えばそういった時にこの人口とこの日付を当然組にして関連するものとして記述したくなるわけですけども、その例えばこの2014年の人口を記述するための主語っていうのはもともと当然ないわけですし、それをもちろん準備してもいいんです、 URI として準備してもいいんですけども、例えばこう毎日毎日何か情報を測定していくときに、それをなんかデータをまとめるためだけに何か URI を新しく作るっていうのが大変なこともあります。で、そういった時に、とりあえずまとめるための、まあ、インターネットアドレスはいらないんだけども、ノードは必要。主語として何かが必要という時に、この空白ノードということを使うことができます。で、その空白ノードっていうのは、そのグローバルには全くユニークでない何かなので、その、RDF データセットのまとまりの中だけで、まず意味のあるものになってしまいますし、
トリプルストアというその RDF のデータベースにロードすると、その中で暫定的に何か ID が振られるというような扱いをされます。でそれを例えばタートルフォーマットでどうやって記述するかというと、今の場合ですと東京の人口は2011年の段階でこれだけでしたっていうことを書くのに、この空白ノードの部分をこの、鍵括弧で、くくります。この部分に何かノードが来てるということを表します。ポピュレーションインフォ、人口は何かで、その何かはが表しているのはある時期のある人口ですね。ここですね。ここがここに対応します。で、その次の部分はまた同じ述語が続くので、カンマで区切って次、これも次の目的語を表してますね、この鍵括弧。でその鍵括弧は次のトリプルの主語になるので SPO と来て、最後その主語、空白ノードで表される主語が終わるところで閉じ括弧になってピリオドが打たれていると。この概念図で表されるトリプルはタートルフォーマットではこういうふうに記述されます、はい。で例えばその主語が空白ノードで始まってもよくて、例えばこういう記述することもできます。このいきなり括弧で始まって括弧で終わって、何者かですね、これ誰か分かんないけど何者かがいて、それは人ですよと。これはフレンドオブフレンドという人間のソーシャルリレーションシップなんかを記述するためのオントロジーがあるんですけども、そこで、パーソンというオントロジーの概念が定義されていて、あーっていうのはちょっと説明してなかったですけども、その型を表す述語です。述語をタートルフォーマットで省略して書くときに一言 A って書けばその URI を示すんですけども、とにかくこれは何者かがいるということを表す RDF になります。でだいぶ時間を使ってしまったので、ちょっとささっと次オントロジーの話はささっと済ましますけども、RDF データ、今までその日本の首都は東京ですみたいな具体的な何かを記述するっていうことをやっていましたけども、ここで出たように例えば何かある特定のものは、まあ、人ですよとか、それからさっき日本はカントリーですよみたいなことがオントロジーを使って書かれていましたが、そのオントロジーの考え方はそういう例えば何か集合の概念、国とか人とかタンパク質とかそういうことがを記述して、 URI をより URI に意味を付与するために使うんですね、このオントロジーというのを。ですので例えばこのオントロジーっていうのはいろんな世の中でオントロジーありますけども、その具体的には例えばこれプロテインの集合、パーソンの集合とかがあって、で、これ、ここの、これ全部 URI を表していると思ってください。ここの URI は、例えば、プロテインだったらユニプロットの、エントリーだとか、例えばこれはジーンだったら、例えば NCBI ジーンのエントリーだったりとかいうようなことを表しています。で、そういう、その集合のにおける、集合とその個々の要素の関係を、こういう、トリプルで書きます。例えばこれなんかデビッド・ボーイが出てます、例と出てますけど、デビッド・ボーイはパーソン、人ですよと。で、このユニプロットのエントリーはタンパクですよと。で、RDF コロンタイプという、述語が、準備されているので、この、オントロジーで型を定義する場合はこの必ず RDF タイプという述語を使っていただきます。でこの RDF タイプっていうのが先ほどタートルフォーマットで書くときには RDF コロンタイプと書いてもいいですし、一言、一文字は A と書いていただいても同じ意味であると解釈されます。はい。ですね。ですので、このオントロジーをつけない RDF っていうのは、まあ、ある、まあ、東京の首都は、日本の首都は東京ですって書いてあったとしても、これは人間が見ると、意味を理解しますね。だけどこれはコンピューターからすると、東京の首都は日本の首都は東京ですっていうのは、例えば太郎の友達は花子ですって書いてあることと別に違いは、意味的な違いは分からないわけですよね。それが片方は人間を表していて、片方はなんか国のことを記述しているとかいうようなことは人間が介在しないと分からない
ことになってしまうので、それを、コンピューターにも理解してもらうためには、それぞれこの東京とか日本とか太郎とか花子に型をつけてあげると、あの何の話をしているのかっていうのがより機械的に処理できるようになるっていうのが、まあ、一つセマンティックウェブので提唱されているやり方なんですけども、はい。で、ですのでこの SPO っていうのは今まで何かファクトを記述するためにこういう三つ組を使っていましたけども、まあ、それぞれにオントロジーを定義することでより意味が明確になるデータになります。で、実際そのどうやって RDF 記述していくかという話なんですけども、RDF はひたすら SPO をつなげるだけです。でこれ図なので縦になったり横になったりしますけども、これ全部 SPO で、この主語とか目的語を、なんかオントロジーを使って何か定義するためにやっぱり SPO で書いていきますですね。この場合は3つの RDF トリプルがありますよということを表しています。でここまで一つのまあ何か SPO を記述するのにもう二つ SPO を型を定義する SPO を書くことによって、より計算機が意味を理解することができる、意味を理解したプログラムを人間が書くことができるというような言い方ができますかね。はい。ですのでこれはその今説明したようなことを、例えばタンパクのデータベースでどんなふうに使っているかという例なんですけども、これはユニプロットから引っ張ってきた例ですけども、まあ、ある、タンパクがあります。このユニプロットの URI で表されているタンパクがあって、それは例えばアノテーションされていますと。でそのアノテーションの中には、例えばどういうそのタンパクはどういう病気に関係しますかみたいなことが書かれていて、である病気のことが、まあ、この場合アルツハイマーディジーズです1ですけども、このアルツハイマーディジーズ1という病気に関わるタンパクですよってことが書かれているんですけども、そういった例えばその病気を表すこのアドレスに対してちゃんとそのオントロジーもユニプロットで定義して、これは病気を表す何かですよと、これは病気のアノテーションを表すための何かですよと、これはタンパク質ですよというふうにちゃんと書いてあります。でこういうことをちゃんと理解するとき、記述することで人間側がその検索する、人間が検索するプログラムを書くわけですけども、その時に意味をそのプログラムの中に込めた、ことができる、意味をプログラムや検索の問い合わせに込めることができるようになります。はい。ちょっとこの辺は専門的になるので飛ばしますね。はい。で、ここに来られている方のうち、例えば何かご自身のデータを RDF で記述したいという方はおられると思うんですけども、その実はその RDF の文法自体理解するのは簡単で、実際自分のデータをじゃあ実際どういうふうに記述していくかっていうところで割と詰まりがちなんですね。そこに難しい部分が結構あるんですけども、一つよくやりがちなパターンをちょっとここで紹介しますけども、例えばタンパク質間相互作用を記述するときに、タンパク A とタンパク B が結合しますよというときに、タンパク A がバインズタンパク B という SPO で書くと、まあ、これは割と最初に思いつくパターンなんですけども、でこうしてしまうと、この A バインド B というそのものに対して、例えばこれを発見した人は誰ですとか、これがこのことを記述している論文はどこですとか、この相互作用がどのパスウェイで起きますみたいなことを書いていくときに、じゃあどうしたらいいんだっていうことを、次ちょっと難しい、そこは例えば初心者の方には難しい部分になりがちなんですね。でじゃあそれをどうやって解決するかというと、例えば一つのパターンはタンパク間相互作用というようなコンセプトを一つ作って、主語はそのタンパク間相互作用のある具体例ですよというふうに定義します。でそのタンパク間相互作用には、そのタンパク間相互作用に関与するタンパクが A と B2 つありますよとか、このタンパクとこのタンパクがの結合するときの乖離定数はいくらでしたとか、そのことが記述されている文献はどこでしたみたいな形で RDF 化すると、無理なくトリプルで記述していくことができると思います。でここで紹介したのは、さっき一度紹介しましたけど、RDF 化ガイドラインに紹介されている
専門的ではないオントロジーですね。バイオ系の方だと人オントロジーとか割とお詳しいと思うんですけども、人オントロジーみたいなそういう特定の目的ではなくて、特定の目的をのためのオントロジーではなくて、例えばもっと日付のこと、日付を記述したり、由来情報ですね、このデータがどこから来たかとか、あと単位ですね、キログラムとかメートルとか、そういった、オントロジー、それからですね、人間とか組織の関係を記述するオントロジーとか、まあそういったよりデータベースでいうとこの例えばメタデータなんかを記述するときにどういったオントロジーを使えばいいのかっていうのが、まあもちろんこれ抜粋になりますけども、紹介してあります。はい。で、実際その専門性の高いオントロジーですね、例えば病気のオントロジーとか遺伝子のオントロジーとか、それから解剖学、特定のモデル生物の解剖学のオントロジーとかっていうのもたくさん作られていて、それは例えばこのアメリカの NCBO というナショナルセンターバイオメディカルオントロジーかなっていうところが、そのバイオポータルというそのオントロジーのレポジトリというのを運営しています。でここに行くとですね、まあ、ちょっと最新の数は分かりませんが何百というような、この時点で600超えてますね。いろんなオントロジーが、ここで利用できるようになっているの でキーワード検索なんかもできるので、何か RDF を記述したい、でそういう概念を見つけたいという時にバイオの専門性のある、語彙でしたらここをけん、検索していただけると、目的のものが見つかる可能性はあります、はい、でここまででちょっと RDF の基本についての講義を終わりたいと思います。何か今ご質問したいこととかある方おられますか。はい、どうぞ。はい、日本の首都は東京ですみたいな時に、はい、そのジャパンとか東京とかの URI 持ってくるんですけど、はい、それは例えばなんかそのウェブ上のジャパンとかだとあちこちいろいろあると思うんですけど、はい、そうです、どれを持ってくるとかっていうことに関してどうするかっていう指針みたいなものがあるのでしょうか。それはありません。実はありません。はい、でそれがだから先ほどちょっとご紹介したんですけども、その例えばタンパクとか遺伝子についてもいろんな遺伝子データベースもいろんな有名なデータベースがすでにあって、それをどれを使うべきかっていうのは当然ないんですね。でそれに関しては結構難しいです。ただ一つ RDF を記述するという観点から言うと、すでに RDF になっているデータベースのエントリーを使う方が便利だと思います。で、だから先ほど私が説明したのは、そのどのデータベースを使うか決まったとしても、その URI に実は複数可能性があるという話で、これも問題なんですけども、今、ご質問になったのはちょっと上の概念ですね。そもそも同じ、例えば先ほどの、アルツハイマー原因遺伝子がは一つ知られてるんだけども、それ自体いろんなデータベースが記述していて、どれを使うかという話になるんですけど、やはりこれは難しい問題で、決まってないというのがお答えになってしまいます。ただ、感覚的には、例えばまあやっぱりよく使われているもの、例えば今 DBpedia を出したのはやっぱり Wikipedia っていうのはまあ非常に有名ですし、そこに行けば比較的いい情報が分かりやすく記述してあることが多いので、まあああいうものを、有名なものを使う方が多いとは思います。はい、お願いしたいんですけれども、はい、まあちょっと例がうまく思いつかないんですが、はい、例えば何かその「日本の首都は東京です」っていうことが、はい、東京は日本の首都ですみたいな感じで、そのこう矢印的ねというか、はい、私ちょっとどちらかというとなんかグラフみたいな方があれなので、はい、RDF って必ず一方方向、あ、いやそんなことはないですね。述語を定義するときに、はい、そのいわゆる両方向の、述語というのを定義することもできますし、はい、それは例えば A が B と結合するみたいなときに、どっちが主語になっても成立する述語を
焦燥方向ですと定義することもできます。それから日本の首都は、東京ですっていうのは逆はちょっと多分述語的には違いますよね。日本が東京が所属しているのは日本ですみたいになると思うんですけど、その時には、別の述語として違う方向を定義するということはできて、それもあり、大丈夫です、ありです。はい、はい、あ、すみません、ちょっとこちらの方ください。データベースを作る側でオントロジーを定義するっていうのはすごい、はい、分かりやすかったんですけれども、はい、検索するユーザー側がどういうオントロジーをそのデータベースが使っているのかっていうのを理解するっていうのはなんかちょっと難しいのかなと思って。難しいですね、はい、そこを、どうやってそのデータベースを作ってる側が、こう指定していくっていうかこう伝えていくかっていうのはなんか具体的なその一般的になんかあるんでしょうか。一般的にはもうなくってですね、で結局それはそのデータベースを提供しているサイトでドキュメントをちゃんと書いてあげるとかいうことに なりますね。どのオントロジーを使って何を記述していますっていうのは。でただそうですね、例えばさっき紹介した RDF ポータルとかですと、一応その登録されているデータ RDF に関してはそのどういったあの構造でどういったオントロジーを使って記述あのこう RDF が記述されていますっていうのをちょっと図で表示するっていうことは、しています。はい、今の質問の意図としては、例えば遺伝子名とかをこう記載するときに、例えばジーンオントロジーとか、はい、なんかのオントロジー用で、データベースを作ればいいと思うんですけど、はい、例えばそのユーザー側はジーンシンボルとか、はい、そういったもので検索をかけたがる人が、まあ、比較的多くて、はい、そういうのがこうこっちには入ってませんとかってなると、はい、結構文句言われると、はい、そういったときに、まあ、ラベルでどんどんその新しいシンボルなんかを加えていけばデータベース側は対応できるとは思うんですけど、はい、これは逐次こうアップデートしていかなきゃいけないものなので、そのユーザー側としては多分最新の情報で検索できないっていう使い勝手が悪いとい こう、まあ、印象を与えてしまうっていうところもあって、そのリテラルとのとそのいわゆるこう ID ユーザーとの区別っていうのがちょっとその、まあ、僕の中であまりうまく整理できてなかったので、ちょっと質問させて。ですね、多分そこはちょっとユーザーインターフェースの話に多分なってきていて、仮にスパークルをユーザーが書いて検索する場合だと、確かに新しくオントロジーが追加されたり述語が追加されたりすることは、ユーザーにとってはあまり便利ではない部分もありますね。それはちょっと検索するたびに最新のドキュメントを読んで検索することになると思うんですけども、例えばそのジーンシンボルである人は検索したいとか、ある人はまあ、別のシノニムで検索したいみたいなことは多分スパークルを書かない人ではないかなと思うんですね。だからそのためにはもうそのスパークルで検索するのではなくて、その検索のためのなんか窓を作って、開発者がで、その開発者は確かに理解してないといけないですね。開発者は理解してないといけないですけども、ユーザーにはその隠蔽してしまう方がいいのではないかなと思います。はい、あ、すみません、こちら。オントロジーの作り方っていうか、はい、自分がデータベースを作るときに、はい、例えば今蝶々のこの模様と住んでるところと何を食べるかっていうのを列挙したいって思ってるんだけど、はい、研究が進んでいたときにどの国に住んでるかとか、はい、情報がさらに増えたり、はい、それまで模様ってつけてたんだけど、どういう模様かって、その模様のサブカテゴリーを作りたいとか、はい、他のものとまとめて上位カテゴリーを作りたいとか、はい、っていうことが生じた時、はい、っていうのはその場当たり的に、今までもデータベース作ってあるわけですけど、はい、場当たり的にそれってアクセスしてなんかこう変えていけるもんなんです。それとも一番初めにかなり設計してどういうオントロジーの上位階の階層を作るかって決めていかなくちゃいけない。それは半分イエス半分ノーなところがあるんですけども、ある程度場当たり的
場当たり的というのかな、まあ、途中で変更が入るということですね、階層、概念階層とか、それを、することは可能です。でオントロジーで型をつけるときは、まあ、このは、まあ、蝶の羽の模様が A タイプですっていうふうに書くわけですね。でその A タイプがその概念体系のどこにあるのかっていうことは、そのトリプルには影響しないんですよ。実際にその概念体系に持ってったときに、あの一番上の階層だったのか実は下だったのかっていうのが分かるわけで、だからこの URI を変更せずにそのまま使い続ければ元のオントロジーの方でその階層が上がったり下がったりしても、あの元のデータは影響を受けないので、そういう意味では後で変更することは可能です。そうするとこの場合というのは、例えば A タイプって昔名前をもうこの長女が A タイプでつけてたのが、はい、後々 A1 と A2 に分けたいと思ったら、はい、データベースの中には A タイプですっていうのと、例えばこいつは A1 ですとか、はい、別のやつは別の長女が A タイプですって昔はつけてたのが A2 ですっていうのと、はい、2つ持ってるみたいな感じになる情報。今の場合は2種、蝶が2ついます。で、どっちも昔は AA と書かれてました。その場合は、今は A1 と A2 になりました。で、A タイプですということも、true ですよね、今でも。だから、それをデータセットに入れっぱなしでも問題ないです。で、そのトリプルを追加して、さらに A1 ですっていうことを書くっていうこともありですし、その A タイプですっていうところはオントロジーにも書いてあるから取っ払っても、いいですし、取り外してもいいし、別に入れてあっても何も悪さはしないですね。はい。はい。